というのも注目されていたんです。こちら東京、名古屋、そしてそこから、まあ、在来線などを使って高山、岡山に行っていたんですね。これが白川郷など合掌造りの世界遺産を見る、まあ、日本ならではの風景を見る、そして金沢の兼六園に行くというルートも人気だったんですが、そのルートは変わるよということですね。もう一気に東京から金沢へ北陸新幹線に行って、そして岡山、高山を見ると、この入り口が増えて毎年多くの外国人観光客が訪れる。この岐阜高山